tu ホッチハウス数学部メインの建物南側から見たメインの建物フォルクスワーゲン大学図書館ジーメンスゾーベルリン工科大学はベルリンに4つある大学の1つ総合工科大学であるベルリン工科大学の歴史はプロイセン国王フリードリヒ2世によって1770年に創設されたコーザー夫青年公共収書にまで遡ることができる他にも 1799年創立のベルリン建築アカデミー、1821年創設のベルリン工科学校などが大学の前身として挙げられる。その後、1879年にドイツ初の工科大学である王立シャルロテンブルク、工科大学が創設される。第二次大戦後の1946年、人文系の学科も併設する工科大学として新設され、 故障も現在のテクニシャ・ウナバーサターット・ベルリンに解消される。1960年代後半にはベルリン自由大学と共に当時の西ベルリンにおける学生運動の中心部となる。1980年のベルリン教育大学の解消に伴い、いくつかの学部が工科大学にも吸収される。東西ドイツ再統一後はドイツ有数のマンモス大学として知られる。 現在、ドイツで2番目に大きな工科大学でもある。2010年現在、7学部から構成されている。人文学部数学、自然科学学部プロセス科学学部電気工学、コンピューター科学学部機械工学、交通システム学部建築学、環境学、社会学、都市工学などの併合学部経済、経営学部ベルリン工科大学のキャンパスは、 西ベルリン地区の様々な場所に60万平方メートルにわたって広がっている。その中でもメインキャンパスはシャルロッテンブルク区の東端に位置しており、以前西ベルリンの鉄道の玄関口でもあったベルリン動物園駅から徒歩でたどり着くこともできる。最寄り駅は地下鉄2号線を利用し、都央駅より一駅のエルンストロイター広場駅となる。また、ベルリン中心部に大きく広がる公園。 ティ i アがルッテンに隣接している。メインキャンパス前を貫く広い道路は6月17日通りであり、ベルリン中心部に位置していることがよくわかる。中央図書館は、フォルクスワーゲン大学図書館という建物で隣接するベルリン芸術大学の図書館と共同で入居している。物理学や工学、建築の分野を中心に著名な学者を輩出している。ありがとうございます。